6番人気、4番マルゼンスキ。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。逃げを打ってこの子のペースに持ち込めれば強いですよ。5番ナリタブライアン、4番人気です。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。王道の距離で好走が期待できますね。5番人気は6番オグリーキャップ。ライバルたちは強力ですが、好走を期待したいですね。芝のコースで力を十分発揮できそうですね。美しい青空が広がる阪神レース場、ターフも絶好の両馬場になりました。名勝負になる舞台は整いましたね。1番人気はもちろんこの子、秋の三冠馬娘。2番テイエムオペラ王、続く2番人気はここまで無敗三冠馬娘セイウンスカイ。注目のここまで無敗秋の三冠馬娘マルゼンスキー、4枠4番での出走。気合十分、いい顔してますね。各馬娘ゲートに入って体勢整いました。スタートです。綺麗なスタートを切りました。これは位置取りが熾烈になりそうですね。先行争いはマルゼンスキー、セイウンスカイ、1番ナリタブライアン。期待通りの結果を出せるか。1番人気、2番テイエムオペラ王。先頭はマルゼンスキー、単身で飛ばしていきます。セイウンスカイ続いている。セイウンスカイとマルゼンスキー、2人とも花は譲りません。2人がレースを作りそうですね。セイウンスカイ快調に飛ばしていきます。先頭を行ったのはセイウンスカイ。さあ1コーナーから2コーナーへ向かっていく馬娘たち。さあ花に立ったのはセイウンスカイ。このままリードすることができるか。さあマルゼンスキー、ここで先頭です。マルゼンスキー上がっていきます。スタミナを切らさないか心配です。現在1番手はマルゼンスキー、続きましたセイウンスカイ、カートシンサー、オグリキャップ、そしてその外を回って3番テイエムオペラ王。それを見るように1番ナリタブライアン、向こう正面に入って先頭からしんがりまでおよそ10馬身順位を振り返っていきます。さらにはセイウンスカイ、マルゼンスキー並んでくる。さらにはオグリキャップ、そしてその後ろから行くのはタスマモノ。いいバッチリわよ。外を通りまして1番ナリタブライアン、それを見るように2番テイエムオペラ王、そしてその後ろから行くのはグラスワンダー。後から5番ナリタブライアン、その外並んでシンボリルドルフ。意気揚々と先頭行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。ちょっとかかり気味かもしれないです。一息つけるといいですが。依然先頭はマルゼンスキー。第4コーナーを進んで直線へ向かう。勝負どころ、最後の直線へとかけていきます。この直線で勝負が決まると。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。気持ちよく逃げているマルゼンスキー。2番テイエムオペラ王、外で足を止めています。さあこれから坂、井川の舞台はこれから坂がある。取り下がるオグリキャップ、マルゼンスキー速い速い、もはや独走状態。私の全力だ。100を切った。先頭は変わらずマルゼンスキー。マルゼンスキー、気持ちいい風。次もまたかっ飛ばす。